ラブソとちずこです。それでは今回なんですけども、AUP20% 還元祭りのキャンペーンを振り返り、そして今後の対策を考えるということで、今回は数日のトレンドでもある AUP の話題ですね。昨日ちょっとあの、ライブ配信でお題にもしましたが、今回その AUP を僕がこのキャンペーンが始まって2日間で感じたことや気がついたことを前半にお伝えして、そして後半は今後のちょっとした対策も含めてですね、サクッとお伝えしていこうと思います。キャンペーンの解説などに関しては以前動画でも紹介して なので概要欄にリンク貼ってますのでそれチェックしてみてくださいそれではまず行ってみましょう じゃんということで、まあ、早速僕が、ま、感じ取ったことからなんですけども、まず一つ目、思ったより混み合ってない、まあ、かっこ場所によるということなんですが、これ結構感じてる方多いのかなって勝手に僕思ってるんですが、そんなに今回って AU ペイ、aupay,aupay って感じにめちゃくちゃ混んでる感じってあんまないですよね。aupay が使えるお店で何店舗か僕回ったんですが、まあ、お客さんもま、普通って感じでしたね。まあ、通常のまあ祝日ぐらいとか、通常の平日ぐらいっていう印象でした。けどまあ、あ 最初の週の10億円がすぐに到達するという感じでしたので、まあ一部の地域では多いなという印象ではありました。ちなみに僕は福岡県の展示のビッグカメラに少し寄ったんですけども、夕方、昨日の夕方時点でアップルのコーナー、こちら少し見えるのがアップルのコーナーなんですけども、これも結構ほんとお客さん全然いないんですよね。本当で、中には入ってないんですけども、まあほんと空いてるような印象でした。そして今日はとある山田電機に行ってきました。 こちら、イヤホンコーナーを見たら、新型の AirPods Pro が全然在庫も残っていました。張り紙で一人一台までという風うに出ていましたが、まだ全然ありましたね。ちなみに僕は旧型の AirPods が気に入ってるので、今回の購入は見送りました。まあ、このようなキャンペーンがないと、Apple 製品をお得に購入するチャンスもなかなかないので、購入できた方からするとほんとたまなんですよね。 そして話を戻しまして次二つ目は還元分が即時表示されるということですね。これ僕のツイッターフォローしていただいている方ならご存知の方も多いと思うんですが、昨日のつぶやきでこちらの画像を出しました。じゃんということで昨日キャンペーンが始まって早速 a u ペ a を使ってローソンで決済をしたわけなんですけども、まず上の部分が実際に僕が支払った額で、こちら下の部分が今回のキャンペーンで還元される分となっています。これ嬉しいですよね。すぐにわかるっていうのが。この仕様自体はペイペイと似てるので、実際に自分がいくら使って いくら戻ってくるというのが自分の目で見てわかるっていうのはやっぱり安心感につながると思いますちなみにポイントが即時付与されるわけではないのでこれお気を付けください次3つ目は還元率の計算が必要ということでまあ当たり前やんと思われる方多いと思うんですがまあ僕ゆずひこはもうすでにやらかしていますまずですねこのキャンペーンはこちらのようにじゃんということでまあ199円で0ポイントで0%還元で200円で40ポイントで20%還元ということで今お伝えしたように200 200円ごとに40ポイントがもらえるものとなっていますなので200円未満の場合はポイントが入りませんそこで先ほどの画像を振り返ってみましょうご覧のように592円のお買い物をして通常ポイントと合わせて80ポイント分が戻ってきてるので実質20%還元という風になってないんですよねこれがもし600円分の購入した場合は120ポイントが戻ってくるのでちょっと足らなかったんですよねしかもコンビニの場合はキャッシュレス消費者還元事業の2%分もあるのでそれもちょっと注意 注意が必要ですいや、これはちょっとした落とし穴になるので、もし aupay で決済する場合は、コンビニとかでもちょっとしたこう計算が必要となるので、これはお気をつけください。次、4つ目は、マップがちょっと使いにくいということですね。これ、個人差あると思うんですけども、前回のライブ配信でもちょくちょくお伝えしたんですが、まあ、ちょっとこう、使いにくいんですよね。ある程度、行くお店が使っている方は、マップは全然必要ないと思うんですが。 まずですね、スマートフォンでマップを移動させる操作が指2本で移動させないと動かせなかったりとか、あとは表示される画面というのが小さいので、全体的に場所を確認するのが本当ちょっと大変ですね。やっぱりこのような還元のキャンペーンが開催されるいいところっていうのは、まだ行ったことのないお店に出向くチャンスでもあったりするので、まあ新規開拓みたいな感じですね。やっぱり個人的にマップをもっと、まあちょっと他社にはなるんですけども、ペイペイぐらい画面を広くして、なおかつ操作もしやすいぐらいにして もららえたらめちゃくちゃゃく嬉ししいいです、ね、ぜひですすすねね AU さんさんん KDDI 期待をしています次、5つ目はアプリの起動がちょっと早くなったということですね。僕結構ですね、aupay というよりか auwallet のアプリ自体重たい印象。まあこれも結構動画でも言って、言ってたんですけども、重たい印象だったんですが、まあ少し前にアップデートがかかってから結構軽く動いてくれる印象でしたね。起動が早いっていうのは本当に助かります。 ちなみにこちら a u p イの決済画面なんですけども、もし急いでこう決済したいなっていう方がいらっしゃいましたら、こちらの画面に、まあ下のショートカットを作成するという項目があるので、ここでこのショートカットを作ってホーム画面に作成したら一発で a u p イのバーコードが表示される画面に行くような部分っていうのが作れるので、ぜひですね、これ試してみてください。以上5つが実際にこの2日間使って感じたことでした。 次は今後の AU ペのキャンペーンや、あと貯まった AU ウォレットポイントについてお伝えします。 まず一つ目は、今後の AUP のキャンペーンについてですが、AUP のお知らせ画面にもありましたように、ステージ1の1周目の終了は本日2月11日までということでしたが、次回の2周目は2月の17日からとすでに出ていましたね。なので今回で分かったのは、やっぱり最初の月曜日が勝負で、火曜日に関してはキャンペーンがあったらラッキーって気持ちでいたら結構気が楽ですね。なのでまあ月曜日がやっぱり狙い目かなと思います。ちなみにステージ1は3月の 1> の1日まででなので還元上限に達していない方はまた2月の17日の月曜日をぜひですね狙ってみましょう。 次、二つ目は、楽天ペイが使える場所でも、aupay は全部対応してるわけでもないということですね。これはちょっと気をつけないといけないと思いまして、まあ、ご覧のように楽天ペイの加盟店でも aupay が使えるんですが、これは本当全部が全部対応していません。一応キャンペーンページには aupay のアプリ内にも記載はありまして、最新の使えるお店に関しては aupay のマップから検索してご確認くださいというふうに出ていました。なので、安易に楽天ペイが使える だから auPAY で決済しちゃおうって思っても対象仮面店ではない時はは弾かれてしまいますのでこれに関してはお気をつけください。 最後、三つ目はたまった au ウォレットポイントについて簡単にお伝えします。まあ、ざっとこんな感じですね。au ペイで決済 au ウォレットプリペイドカードへのチャージ。有効期限は付与から4年。2020年5月以降は au ウォレットポイントがポンタポイントになるという感じですね。まあ、ちょっと一言ずつ加えていくと、もちろんですね、今回還元されるポイントは今後の au ペイの決済でも使えます。けどですね、そのポイントは100円相当からのチャージが可能なので、これはお気をつけください。次に au ウォレットプリペイドカードへのチャージということですが、今画像 こにも出ていね。多分まあ、au ユーザーの方は持っている方も多いんじゃないかなと思うんですが、これに au ウォレットポイントをチャージして、そしてマスターブランドが利用可能な場所で使えるので、結構まあ、幅広く利用は可能になるんじゃないかなと思います。なのでまあ、わかりやすい例で言うと、まあ、ドコモの d ポイントを d カードプリペイドにチャージするのと結構まあ、似てるんじゃないかなっていうふうにも思いますね。 そして有効期限が付与されてから4年もあるんですよね。これめちゃくちゃ嬉しいですよね。 ま、しかもその期間限定ポイントみたいな数ヶ月でなくなるポイントとまた違うので、ちょっとま、あポイント貯めたいっていう方からすると嬉しいんじゃないかなと思います。そして最後、2020年5月以降、栄養レッドポイントからポンタポイントになるということですね。これあの、公式ページには詳細また後日ということでした。ちなみに、このポンタポイントになるっていうのはですね、結構ま、あ嬉しい方からすると嬉しいっていうふうにま、思うんじゃないかなと思いまして、ま、理由としたら、それこそま、D ポイントとか、JAL の マイルですね JAL マイルに交換できるということでしたので僕全然マイルに詳しくはないんですけどももしですねマイルを貯めてる方からすると結構嬉しいニュースなんじゃないかなと思います以上が今後の au ペイのキャンペーンそして貯まった au ウォレットポイントについてでした 今回お伝えしたことをまとめです。まず実際に使って感じたことですね。大答えより混み合ってない場所によりということ。で、還元分が即時表示される。還元率の計算が必要。マップが使いにくい。これはもう個人差によります。で、アプリの起動がちょっと早くなったということですね。そして最後にもお伝えした今後の au ペンについてのということと、あとは楽天ペイが使える場所でも au ペイは全然対応してないというところも全然あるということですね。そして最後はたまった au ウォレットポイントはいろんな場所でも使えるということです。まあ、そんなこんなで今回は実際にこの2日間を簡単に振り 振り返ってみてみの動画でした、まあ、この動画を見てくださってる視聴者さんはどんな風にまあうまくお買い物できましたでしょうかぜひですね、まあ、下のコメント欄などで今回の au ペンのキャンペーンなどに関することで気がついたことなどあれば書き込んでってくださいということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ま今回の a u p イのキャンペーンと関連するんですがまだこう paypay ペイペイみたいな大型のキャンペーンの時と比べてそんなにまだ大きな影響はないなっていう風な感じはしましたねまあちょっとこれは動画でもお伝えしたんですけどもツイッターとかネット上は本当に盛り上がっていましたけどもまだまだだなっていう印象ではありましたやっぱりこうやっぱり世の中的にはまだ a u p イ自体は au のスマホとかを契約してる方しか使えないイメージなんですかね僕も多分 全然知識とかなければああ au ペイで au の契約必要ななんんででしょうって絶対思うはずなんですよねもやっぱもしかしたらそれもありそうですよね PayPay、まあペイペイの場合はソフトバンクとかのキャリアの名前が入ってないのでむしろそれがあって、まあ、馴染みやすさがあるのかなっていうふうにも勝手に思いました、まあ、今後の aupay のキャンペーンの動きなどもやっぱちょっと注目したいとこではありますということでありがとうございました